芸能レポーター井上小公造の突撃取材スクープ。さあということで今日もですね、日光ホームさんのモデルルームにやってきてるんですけれども、なんと最新家電が置いてるということで、その家電スクープしたいと思いますよ。行きましょう。こっから最新家電スクープをゲットしたいと思いますよ。ちょっとすごいとこありますよ。これ普通のお家ですよね。お家だと思ってたら、見てください。なんとここもう会社の事務所になりそうなスペースが家の中にある。すごくないですかこれ。ただここに家電ありません。違います。上行きましょう。2階のリビングに上がってきました。もうめちゃくちゃおしゃれな作り。さあこちらに最新家電があるということですが、テレビはパナソニックですね。普通のエアコンもロクリアこれでないですね。ありました、見つけました、こちらです。なんと今回の最新家電はゴミ箱、いや違います、こちらでございます。さあ今回の家電なんですけど、こちらフローリングクリーナーでございます。ただのゴミ箱じゃございません。これどうやって使うかと言いますとですね、こういうフローリングでこのようにですね、まあゴミとか出ちゃいます、ホコリとかハウスダストなどなどいろいろ掃除するときにですね、普通だったらまあ掃除機で吸うか、もしくはですね、まあほうきでこうやってちり取りでやらないといけない。でもこれ簡単なんですよ。いきますね。こういうふうに、まあ、フローリングモップなどあるんじゃないですか、ね、これ普通そうした時にですね、あのゴミをどうしようかって言ったら、まずこちらシンプルにスイッチがあります。スイッチを押していただいて、なんとこれ見てください、これを近くに持ってってこうやったら吸ってくれます。近くにすごい勢い吸ってくれます。ほら簡単にきれいにしてくれるんですよ。こちらのフローリングクリーナー、なんとですね簡単でございます。こういうふうにですね、ゴミのパック、これなんでゴミ捨ても簡単にできるんですよ。なおかつなんとゴミの容量は 1.2リットル、 1.2 キロまで貯めることができるので、なかなかゴミ捨ての必要もありませんよ。あとですね、これ絶対言わないでくださいよ、実はゴミの吸い取り口にブラシがついていて、しっかりモップなどの毛もきれいに取ってくれるらしいんですよ。さあこちらのフローリングクリーナーなんですけども、こういうおしゃれな家に置いてても邪魔にならないし、非常に軽くてですね、小ぶりなので本当使いやすいと思います。さあこちらなんですけども、お値段なんですけども、税込み絶対言わないでくださいよ、実は1万1000円です。最後にすごいスクープ。さあこちらのモデルルームに見に来るとフローリングクリーナーもらえるかもしれませんよ。めちゃくちゃ便利、吸い込む吸い込む、こちら